姫の伝説、これにはさまざまな登場人物が出てまいる、うん、ということで今日はその登場人物を皆にやってもらおうと。おお、あっしゃるでございます。これはこれは主たる登場人物はあの源氏の直系であります源の頼義、義家親子、その義家の役を兼次、はあ、お主は義家じゃ。かしこまってございます。源の義家義家殿ならわしが義家じゃ。そしてそのお父さん頼義、はあ、そしてもう一方相配する方に阿部の一族が出てる、おお、阿部の定と、阿部の定と、そう、宇野花姫のお父さん、父上でございますな。つまり、はあ、お父さん二役、さねより、はあ、わしが、うん、お父さんやりたいだろ、はあ、ありがとうございます。ついでにソフトバンクのお父さんもやってみる。かしこまりました。親父縛りでござる。さて、そして主役でございます宇野花姫、本日はたくさん女性の方がいらっしゃる、どなたかにやっていただこう。今日はやはり前田殿にかぶいていただこうかな。あ、どうじゃ皆さん、始まりました。姫の役を前田殿にやっていただく。拍手がないな。みんな傘を持っておられますか。ありがとうございます。無理やりやりますんでな。わしが可愛い宇野花姫を演じますの。それはないじゃろ。ではこの